徳島県初の女性市長である。日本で最年少の女性市長。徳島県徳島市出身。生工学園幼稚園、徳島市立王人小学校、徳島文理中学校、高等学校を卒業。2003年東京大学文科三類に入学したが、文科一類を受験し直して、再入学し、2010年法学部第三類卒業。現在、 徳島大学工学部機械工学科の学生で一時の母。東大に在学の20歳の時、神経を覆う随症が壊れて、剥き出しになる難病多発性硬化症にかかった。2005年、家業の機械製造会社、株式会社、王神鉄工の取締役に就任。2010年、徳島県に帰郷。2013年から約7年間四国放送の 情報ワイド番組ゴジカルの月曜日コメンテーターを務めた。2019年、徳島県が制作し、三好出身の津田明一郎が監督した短編映画アワターンに同名の主人公、沢子役で出演。息子の内藤春俊も同名の大勢役で出演している。 2020年1月15日、任期満了に伴う徳島市長選挙に立候補する意向を正式表明した。同年3月29日告示、4月5日投開票の徳島市長選挙に自由民主党、徳島県支部連合会会長の山口朱日や自民党衆議院議員の福山守らの支援を受けて立候補し、保守分裂の選挙が確実となった。 自民党衆議院議員の後藤田正澄や自民党、徳島市議会議員の半数が押した現職の遠藤、明を僅差で破り、初当選した。当選時の年齢は36歳0ヶ月で、史上最年少で当選した、女性市長である。4月18日、就任。徳島県内の市長に女性がつくのは初めて。当日有権者数、209,983人。 最終投票率38.88%ありがとうございます。